はい、ムツです。よろしくお願いします。そしたら続きをやっていきたいと思います。お前のことが好きだっつってんだよ！お前はいつもそうだった。いつでもあいつのことばかり見てた。俺の気も知らずに。今度のことだって異常な状況だけど、あいつから離れて一緒にいれて嬉しかったんだよ。少しは俺の方を見てくれるだろうと思って。それでもお前はずっとあいつのことばかり考えてた。横にいるのが俺じゃなくてサトシだったらと思っていた。ふざけんなよ。俺はお前のことが。やめてよ。やめてよ。なんでそんなこと言うの？私が心配しているのは千田君一人じゃないわよ。みんなで文句を言いながら文化祭の片付けをして楽しかったじゃない。これからもみんなでいろんなことして遊びたいから、それができなくなるのが嫌だから行くんじゃない。お願い、私だけでもいいからあそこへ戻して。早くしなきゃ。いいのですか？どうだろう。お願い。わかりました。言っとくけどね、岸沼くん、私だって怖いだからね。くそ、勝手にしろ。帰ってやるよ。そもそも帰れるの？本当に帰れる？あ、ちょちょちょ、動かせる。動かせる？え？現在。ちょっと待って。本当に出れるのか？転校するすずめちゃんに花束を贈ろう。賛同者は下に名前を書くこと。1人300円。みんな、いなくなっちまいやがった。いいじゃねえかよ。1年の時に戻るだけだ。一人でやってきたあの時に、ただ戻るだけだ。俺はもともと一人だったんだからよ。え？お、ヨシキ、何やってんだ？え？サトシ。なんだよその顔。ちゃんと飯食ってるか？幻覚幻聴。おお。岸沼くん、ちっこく。今日も元気出てるね。鈴本。幻覚幻聴。じゃなくてサトシを助けたいだけなんだろ！何言ってんのか、わけわかんねえよ俺。そうじゃねえだろ、そっちじゃねえだろ。言いたかったことはあいつを守りたかったのに。つうか、女の子は消えたのになんでこの端っこにいるこの黒いやつは消えないの？なんだよ、もう会えないのかよ。ふざけんなよ。取り消させろよ。これをやるとね、
その場にいたみんながずっと離れずにいつまでも友達でいられるんだって。出てきてくれ、ユリ！頼む！どこまでかっこ悪いんだよ、俺。来てくれる？頼む！嫌だ、打ち合いたくない！白滝も、サトシも、先生も、みんな！うん。お。すまん。俺も連れてってくれ。また逃げるところだった。俺はあいつらに出会えたおかげで生まれ変われたんだ。頼む。怖がりの篠崎が頑張ってんだ。負けてられるかよ。必ず幸子の残業を引っ張り出して、お前らを成仏させてやる。戻る？動かせる。うん。ちょっとどうしよう。あら、ここ言えんくなってる。うん？大日本帝国秘密なんちゃら城基地。うん。確認できない、できない。あれ、あれ、メール、ずっと圏外。あれ、まだ圏外なのに。うん。篠崎どこだ、今行く。俺も来た。おう、岸沼君、来てくれたのね。返事したか。メッセージを送りました。うん。お前一人じゃ心配だからな。もうありがとう。本当はすっごく心細かったんだ。早く来てよ。サシ、ちょっと安心。岸沼君のメールに返事したのは初めてかも。メール交換してんのに、メール交換してんのにメールしたの初めて。来ないの。もう一度メール出してみよう。何してるの今、どこ。早くない、送信。心配するの早くない。本当に圏外なんだよ、きっと。どこかにいるのならきっと合流できるよね。とりあえずセーブしたい。こっち、あれ、こっち普通に行ける。どういうことだ。こっちから出てみよう。もう黒幕は分かったから、この黒幕。うわ、やべやべやべ。さて、ゆかちゃん、君は殺すよ。どうあれ、それは決定している。まだ行ってないとこあったんだよ。平和な学生生活から一転して非日常。気づけば命の際。信じられないかい。まさか今日自分が死ぬなんて。事故で運悪く命を落とす人たちは、朝目が覚めてベッドから出て顔を洗って、その時には夢にも思っていないことだろう。大丈夫、それと似たようなものさ。死は非日常なんかじゃないんだ。常にいつも人の生活のそばに寄り添っている。
それを忘れるから死の際に驚く羽目になる。愚の骨頂だ。だがそれが妙味。え、ゆかちゃん、僕はね、今までたくさん見て触れてきたんだ。何、どういう状況これ。あ、これ理科室じゃねえ、もしかして。いろんな生き物の命の終わる瞬間を、それぞれが最後まで生きようと決して諦めずに命のきらめきを燃やし尽くして消えていった。生きるというとても美しい輝きをそこに見たんだ。だけど人間はね、こんなにもいろんなことを考え、他者にそれを伝えることのできる大きな脳というものを持ちながら、命とは死について、それを深く想像しようとしない。生きる意味を考え、自分を律し、人生から無駄を排除する。そんなことには全く無関心で、自分の価値を築くことから目を背け、日々怠惰を貪り、甘つさえ、愚かにも自分から死のうとさえする。意味のわからない連中ばかりだ。まあ、わからんわけではないが、でも実行するのは良くない。僕はね、興味があるんだ。人が命の終わりを意識したとき、自分のその身に死が降りかかったとき、どんな命の爆発を見せるのか、それがただ見たい。黒崎はとても美しかった。あいつは僕のことを理解してくれていたのかもしれない。あんなに激しい爆発を見せてくれるなんて。殴ったやつ。ゆかちゃん、血まみれやん。君は僕の妹だ。いや違いますよ、他人ですよ。無反応を装って僕を困らせたりしないだろう。何、無反応を装って。しっかり見せてくれるね、何末魔の死のダンスを。いや、うまくねえし。痛かったら悲鳴を上げていいからね。恥ずかしいことじゃないんだよ。それだ、それでいい、もっとだ。ちょっと誰か助けて。ちょ、マジ誰か助けて。うん、うん、あ、そうか、一人か。セーブはできなかったな。なんか音楽が微妙にかっこいいんだけど。左はセーブあるけどいけない。あんなとこにセーブある。右はここまでいけるけどいけない。でも同じ学校なのに、この結構探索できるという。おっと、ちょっと待って、戻って。ここも復活するやん、ここの通路。今まであれなんか通れなかったのに。うん、鏡見、これでね、首を絞められ窒息死。
のあそこのセーブ、あれどこでどこの空間なのかわけわかんなくなる。もうあの子供たちは襲ってこないけど、あの幸子が襲って、あれ幸子が襲ってくるから、要注意。私来ちゃったんだろう。しのまくんだってひどい。一人で行かせる普通。なんなのよもう。これで誰にも会えずに私無駄死にしたりしたら。うん、いや大丈夫。あなた前回プールでやらかしてますから。これなんか変わってる？ん？押し入り絶対反対。下は？下も行き、下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 を先。明るい。うん。なにこれ？もう調べられない。あ、もしかしてこれに何かあったかも。今更だけど調べよう。下駄箱、ちょ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 、なんもない。どっちがどっちなのかもすら分かんない。よし、関係なかった。関係ないっていう確認で、上行って何か落ちてる。上行く前に相手が気づいて勝手に動いてる。あれは如月学園の学生集団。誰の近くに誰かいる。うん、誰のかな。中島さんのだ。誰だっけ。幸子さんの切れ端も挟んである。間違いない。え、中島、ちょっと説明しよう。中島、あ、中島直美。あ、こんなとこでお父さんか。ちょっと熱いんだけど。中島さんのよ。この近くにいるんだ。中島ね。いや、いきなり大きな声出さないで。探そう。きっと近くにいるよ。大丈夫。ナオミの生学生書を取りました。ん？いきなり暗くなったんだけど。いいぞ、もっと輝け。綺麗だよ、綺麗だよ。怖い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 。ゆかちゃん、君の好きな食べ物や飲み物、本やテレビを想像してごらん。どんな気分だい。それらすべてを君はもう二度と楽しむことができない。死んで全てが終わるんだ。お前はもう終わるんだ。死死ぬんだよ。ちょっと誰かマジ助けて。行くよ、ショータイム。いやいや、うまくねえし。ん？お、
よっしゃまさかの先生まあ元はあの優しい先生だったって言ってたからやっぱほらねありがとううん助けてくれるのえありがとうあデータ黒幕ちょっと動けないんだけどええゆか夢かいてなんだ頭がズキズキするぞ真っ暗だどうなったんだ一体大きな地震があってなんだ手の下に何かあるん柔らかいん何かの肉なんだこれはえどうなってんのこれうんえ？サトシ。大丈夫、全然今気づいたから大丈夫、セーフ、バレてない。ナミ、すまない、違うんだ、今のは。サトシ、頭、大丈夫。セーフ。さっき針が頭に落ちてきて血が顔赤いけど辛そうだねありがとうかばってくれていや平気だその血も止まってるみたいだそうん？すごいすごい何なんですかこれはどこなんですかここはなんだお前落ち着くんだ落ち着いてしっかり取ってくれここで目にしたものは一つ残らず記録するんだこいつが今まで紙に書いてたやつその服装は何だ一体はい。でこいつはあこいつが取ってたやつか。いいぞ、成功だ。絶対にこれで取れる。これでこの映像で世のオカルトジャンルがひっくり返るぞ。よし、早速ここで猟奇実話ルポ第3回を書き始めよう。肌で体感している生のワードが。今なら書けるよしこれはこの校舎の映像だなさっきサトシが入れたテープだよねこれあほん電源も電気も電池も全てダメだって言ってたのにああカメラは電源が入らなかったはずだけどこのテープの持ち主が撮影したのかな取材すごいなんだこれ至る所に落書きがある死にたくないうわすごい気をつけるんだこの学校についてはまだデータが少ない何が起こるかわからないぞあまり触れない方がいいいやいや
こんな美味しい絵撮らなくてどうすんすか。ああ、うー、すごいな。だけど先生、いいんですか、あの子、ナホちゃん置いてきちゃって。ああ、やっぱあいつが助手やったんだ。きっと怒りますよ、自分だけのけものにされたって。そうだな、だが今回は事情が違う。あの子を危険な目に遭わせられないよ。ま、そりゃそうですけどね。本物ですか。ん？ようだ。死体、死体。先生、やばいですよ。帰りましょう。この子の制服、新しいですよ。僕らの時代の子ですよ。きっと全国で行方不明になっているこの何人かはここで朽ち果てているんですよ。なんてところに来ちゃったんだ。そうだな、これ以上は危険か。早く逆打ちの方法を教えてください。え、そんなあんの。逆打ち。なあ、教えていなかったっけな。方法は。どうした。え、声が聞こえるんです。子供の声が。本当か。いや、ほら聞こえる。何ですかこれ。全然聞こえないけど。落ち着くんだ。いいか、私には聞こえない。子供の声とは何人だ、男児か、女児か。キビキ先生、今何かいましたよ。キビキって言うんだ。どこだね。こっちです、こっち。じゃあこいつはタクチか。君、待ってくれ。誰を追っかけてるの。大丈夫か。すみません、何か踏んで。カメラ無事ですか。ああ。何かってなんだよ。何？田口君、どこへ行くんだ。テープがもうない。替えのテープは。終わりか。なんだろう、逆打ちって。俺も今言おうとした。帰るための方法と言っていたの。肝心なところがなかったけど。続きあるかも。ゆかちゃん見つけたらテープも探してみよう。ああ、だな。よし、別館へ行く方法を探そう。ダメだ、このカメラテレビにくっついて離れない。カメラがテレビにくっつく。そう、持ち歩けたらテープすぐ見られるのにね。電池ねえだろ。アイテムは？アイテムない。ここは開けたくないって言ってたけど、どうなんだろう。あ、無反応。あれ？あれ、なんか読めなかったとこも読めてるような気もする。じゃあセーブ。ん？あ？あれ？いけない。あれ？
何これ、校舎の様子が変わってる。さっきの大揺れ、やはりただの地震じゃなかったようだな。また空間が変な風にくっついたり離れたりしたのかな。かもな。とにかく動いてみよう。慎重にな。うん、うん。あ、サトシ、ちょっと待って。ん？ん？背中、服に木くずが刺さってる。あれ？なんだっけ？まあ一応。うん、あれ？ここ同じとこじゃないの？ん？志保？天童高等学校。天童高等学校。足の筋をハサミで切られ、歩けないまま出血し。あれ？あの霊能師は名前なんだっけ？あ、ナホか。同じような名前やな。お、あれは持田くん。やっぱり多重空間が解消したんだ。うん、持田くん。聞こえるよね。篠崎、無事だったのか。よかった。餅、なんだよ。何やってんの。いや、委員長、怪我とかなさそうだね。よかった。ねえ、うん、あなたも。ねえ、いきなり声低くなったんだけど。まで笑ってたじゃないかよ。うん、みんな、なんでだよ。何？とにかくこれ以上誰も死なないで、委員長としての命令よ。篠崎、宍戸先生と森重くんとゆかちゃんを見つけて、うん、ここから帰るんだから。うん、ああ、もちろんだ。いい、殺害犯は幸子よ。出会ったら気をつけてね。うん、奈穂さんやゆきちゃんの話では、殺害犯幸子の懺悔を引き出すことができれば、殺された3人が自動的に条例されてこの校舎を包んでいる霊磁場が開き、元の世界へ帰れるかもしれないってことよ。赤い服の幸子か。どうすれば懺悔なんてさせることができるんだ。だよね、うん、あなたたちのさっきの話、逆落ち法について聞かせてくれる？このテープで帰るための方法みたいに言っていたんだけどね、肝心のところで切れてたんだ。テープを変えるって言って終わってるから、きっと続きがあると思うの。キビキって人の取材テープみたいで。キビキ先生の？何してんの？あ、うん。この方法さえ分かれば、これ以上霊とかに関わらなくて済むし、条例とかより簡単そうだし。だけど、それじゃあ根本的な解決にならないよ。条例法、私に逆打ちじゃない方を奈穂さんが教えたのは、うん、この恐ろしい呪いの拡大を止めてほしいと考えているからだわ。この学校をこのままにしておくと、これからもずっとたくさんの子たちがここに閉じ込められて無垢死んでいくんだよ。そんなの
ただの高校生の私たちに何ができるっていうのよ。幸子に罪を後悔させるその方法をなんとか探るんだよ。なんで最初から無理って決めつけてるわけ。私の話だからうさんくさいって。そうじゃないけど、とにかく協力して頑張ろう。俺たちは坂内法について探りながらゆかやみんなを探すから、篠崎はゆい先生たちを探してくれ。揃ったらここに戻ってこよう。待ち合わせだ。じゃあ、うん、委員長気をつけてね。うん。中島さん、ん、なんか怖い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 。あんまり持田くんに近づかないで。は？うん、何よ、もう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 、今ので持田君にも惹かれた。どうしてくれるのよ、もう。何やってんだろう私。中島さんの学生証、幸子さんの切れ端も私そびれちゃったし。ああ、委員長失格だな。また後で返そう。確かに今幸子に出会っても懺悔させる方法なんて思いつかないし、ゆい先生を探して坂内でもいいからみんなで帰ろう。パーティーザービッピングシステムについて、何これ、え、校舎内にあるペンタグラムに触れることで離れた仲間の様子を時折見ることができます。おお、ま、ということでこの辺にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また見てくれたら嬉しいです。はい。